ホンダは FC エクスポ2009で燃料電池車 FCX クラリティを出展しました。コアテクノロジーとなるホンダ独創の V フロー FC スタックを画期的な新構造で飛躍的な軽量コンパクト化を実現し、センタートンネルに配置しています。この車は燃料電池車として車体すべてを新しくデザインしました。で、燃料電池に最もふさわしいと思われる空気抵抗に優れたデザイン、それから車の走りも燃料電池にふさわしい走りを実現するような車と仕立てております。燃料電池は車体運転席と助手席の間のセンタートンネルにあります。で、出力は100キロワットです。で、モーターはボンネットの下にありまして、前輪の間に、あります。で、燃料タンクは、車体の一番最後部、リア席の後ろにありまして、トランクルームは、十分な容量を確保しながら、水素タンクは搭載されております。 FCX クラリティの主な仕様は、乗車定員4名、モーター最高出力 100kW、最大トルク 256Nm、 モーターは交流動機電動機、燃料電池スタックは PEMFC を使用し、最高出力 100kW、 リチウムイオンバッテリーの電圧は 288V、 燃料は圧縮水素ガス、貯蔵方式は高圧水素タンク、タンク容量171リッター、車体重量は 1635kg、最高速は時速 160km、 航続距離は 620km です。この車は昨年の秋から、リース販売ということで、アメリカと日本で、販売を開始しております。で、一応3年をめどに200台程度販売しようということで、計画をしております。日本でのリース販売先は当面、観光庁や一部の限定された民間企業が対象となります。燃料補給には、日本に12箇所ある水素ステーションを利用します。Digging for News